新茶を富士スイミングクラブの映像です。この動画では私自身の自己紹介をしていきたいと思います。私は日本の神奈川県にある鷺沼スイミングクラブというスイミングクラブで約16年間の水泳の指導、そして約6年間のトライアスロンの指導を行っていました。私自身が持っている資格はこちらです。水泳を教える資格やトライアスロンを教える資格、そしてプールの水質を管理する資格などを持っています。水泳の指導は年齢は赤ちゃんから、そして高齢者の方まで幅広い年齢の方に水泳を教えていました。私自身も水泳を自分で勉強しながら水泳の大会に出たり、海で泳ぐオープンウォーターの大会に出たり、トライアスロンの大会に出たり今もしています。私が水泳を始めたのはだいたい5歳ぐらいの時です。その時は苦しいし怖いしということで水泳がとても嫌いでした。そこから練習をして泳げるようになったらだんだん水泳をすることが好きになって、今では水泳の先生を行っています。たくさんの人に泳げるようになってもらい、水泳の楽しさを知っていただけたらすごく嬉しいです。現在はベトナムで一人でも多くの人に水泳を好きになってもらいたいなという思いで富士スイミングクラブというスイミングクラブをオープンし、スイミングのレッスンをスタートしています。この YouTube チャンネルでは毎週木曜日の18時に水泳に関する動画をアップしています。また不定期でスポーツの情報を載せた動画の方もアップしていますので、チャンネル登録の方をお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。